毎日コツコツ練習したの。そういうとこだよ。やらなきゃいけないことを辛くてもちゃんとこなして、できない方が悪いっていう、そういうかっこいいところが大嫌い。どうして僕？ごめん、なんか甘っちょろいこと言ってたからついカッとなって。だったらひっぱたく相手が違うよね。明日ファッション雑誌の